マクシム・ミハイロビチ・ミハイロフは、ロシアの男子バレーボール選手。レニングラード州、クジモロフスキー出身。ポジションはオポジット。ロシア代表。2003年、ロシアスーパーリーグのストロイテル・ヤロスラブリへ入団。ユースやジュニア代表として、キャリアを重ね、2005年ユース世界選手権と2006年ジュニア、欧州選手権で、金メダルを獲得。 2007年ジュニア世界選手権では、銀メダル獲得とベストサーバー賞を受賞した。2008年、ロシア代表に選出され、同年6月14日に、水原市で行われた2008年ワールドリーグ、インターコンチネンタルラウンドの韓国戦で代表デビュー。決勝ラウンドでは3位入賞に貢献し、ベストスパイカー部門3位、ベストスコアラー部門6位の活躍を見せた。 北京オリンピックでは20歳の若さながら、決勝リーグの大舞台で、ロシア代表、オポジットとしての大役を果たし、チームの銅メダル獲得に貢献した。準優勝の2010年ワールドリーグでは、ベストスコアラー賞とベストスパイカー賞を受賞。2010年世界選手権は5位に終わったものの、ベストスパイカー賞を受賞した。ロシアリーグでは3年連続得点王に輝き、 同年リーグに連覇中のゼニト火山へ移籍した。2011年ワールドリーグでは9年ぶりの優勝に貢献し、MVP とベストブロッカーを獲得。同年欧州選手権ではベストスコアラーとベストスパイカーを獲得した。2012年8月のロンドンオリンピックでは金メダル獲得の原動力となり、自らもベストスコアラーとベストスパイカーの2冠に輝いた。 2013年にはワールドリーグと欧州選手権でそれぞれ優勝。所属のゼニとカザンでは2014年に欧州チャンピオンズリーグで4位ながらベストスパイカーを獲得。2015年に3年ぶり3回目の優勝に貢献しベストオポジットを獲得した。ありがとうございます。